フランクフルト MF ハセベ9から11日に行われたサッカーのドイツのブンデスリーガで、ドルトムント戦に、守備的 MF でフル出場したフランクフルトの長谷部誠が専門誌キッカーから2位の5のチーム最高評価を得た。採点は最高が1で最低が6、大衆紙ビルトからは4だった。フィブリーグでデュイスブルグ戦に先発し4戦連続でゴールを決めたデュッセルドルフの宇佐美隆と原口元気は共にビルト氏から2を、キッカー氏からは3を与えられた。